タワークレーンクレーン運転士は日本において労働安全衛生法に定められた国家資格の一つであり、クレーン運転士免許試験に合格し、免許の交付を受けた者を言う。一定の規模以下のクレーンについては、技能講習または特別教育を受けることで運転、操作することが可能となっており、それらの講習等を終了した者を指して言う場合もある。 2006年3月31日以前の免許証、免許の種類欄の左端が、クレーン運転士、ウム欄の位置は、限定条件なしを表す。労働安全衛生法関係法令の改正により、2006年4月1日から、クレーン運転士免許とデリック運転士免許が、統合され、クレーン運転士免許は、クレーンデリック運転士免許に、クレーン運転士免許は、 クレーンデリック運転士免許に名称が変更となった。旧制度下で旧賞の免許を受けていた者は、それら新賞の免許を有するものとみなされるが、免許証利面の取得年月ビランでの記載はそのまま、旧賞が記載される。法令上、吊り上げ荷重0.5トン未満のクレーン及び、吊り上げ荷重5トン未満のコセンテル派の操作には、蒸気資格は不要であるが、 労働者の安全衛生上は取得しておくのが望ましいとされる。クレーン運転士床上運転式限定クレーンの基本運転クレーンの応用運転クレーンの合図の基本作業床上運転式クレーンの基本運転床上運転式クレーンの応用運転床上運転式クレーンの合図の基本作業。ありがとうございます。